視聴者からいただいた質問というのを、まあ、何個か厳選してちょっとこう話していきたいんですけど、まあ、まず1個目、プロスピあるじゃないですか。はいはいはい。あれのやっぱ今出てるじゃないですか、自分の評価。はいはい。あれについてどう思いますか。請求ちょっと低いなとか。確かに、うん、確かにそんな構えたところに投げれないけど、うん、ストライクゾーンには多分結構投げてる。そうだね。コントロールってそこでしょ、絶対。ストライク取るか、ストライク取るか。そうだね。請求なんかちょっと低いなと思って。ああ。コナミさん。うちのチャンネルでは届かないです。よろしくお願いします。もうちょっとだけ。もうちょっとね。称号 A ぐらいのお願いします。左バッターのね、誰かのね、インズバ。うん。ああ、上川畑さん。ああ、かな。バチーン決まって。俺かっこいいのよ、野球やってると。それ、野球やってるとね。やっぱ自分がゲーム出てるって嬉しいですよね。嬉しいね、毎シリーズやっぱもう自分出るまで。チャリンチャリンと。やってはいるの。や、今もあんまやってないね。あ、やってない。前はやってたけど。じゃあもうほんと自分が出たらこう集めてみたいな。そうだね、なんかなんだかんだ情報回ってくるから。シリーズ出た。シリーズ出たやってね。あ、王女の人は引こうか。自分がだってゲームに出てんだよ、だって、うん、欲しくない？いや、欲しいよ。欲しいでしょ。弱くても。でもなんか不思議な感覚だよな。そうだね。やっぱこう知り合いだからこそなのかもしれないけど、うん、不思議。なんかそれを扱ってる自分もおもろいし。確かに。だって水上を親指で扱ってる。おもろくない？それ。確かに。パシキン、パシキン。続いてなんですけど、はい、車。はい。買うときってやっぱこう、あのプロ野球の方ってやっぱ高級車買われる方多いじゃないですか。目標がある車のためにまあ野球頑張ってる部分もあるのか、はいはい、あるいはある程度ここまでの年俸がいったから、あ、この車買おうって決めるのか、どっちなのかなっていうのをちょっと聞いたのをもらったんですけど、はいはいはい。水上くんどっちですか。僕はでも全然車の種類が分かんなくて、うん、あんまり昔から興味なかったんで、うん、でもなんかプロ野球選手である以上ベンツは乗りたいなみたいな。おお、確かに。で、自分の中で思ってて、うん、まあ、いろいろベンツの動画見てて、うん、今乗ってる GLA45S っていうのがかっこいいなと思って。それを今乗って、うん、今それ乗って。え、いいですか、値段とか聞いても。値段はでも1200ぐらいです。え、1200? 1200です。1200もすんの。え、それは新車？新車で。新車で？新車。マジかよ。え、な、ちょっとでも本当に、本当別にいやらしい気持ちで、ちょっとだけお金くれてもいいっすよ。一括で。一括じゃないですね。あ、まあ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 、まあ、頭金、まあまあまあ、入れて。入れて、で、そこからまあこう、そこから普通に払ってって。はあ、でもどうでした？じゃあそのベンツを乗った時っていうのは。良かったですね。やっぱ AMG で。AMG 乗りたくて。やっぱ乗ってる時って思いません？俺やばいなって、俺成功したなって思うでしょ。思わない、思わないか。いや、それ思わないよ。そんなだって、今ね、もしプロ野球選手じゃなかったら田舎でタント乗ってたかもしれないけどね。全然タント乗ってバコンで多分ねえ、君の目は田口もんだ。古すぎだろ。年代ですよね。いい年代です。時代です。そうです。ここら辺が。あ、思わない。俺もし多分同じ立場だったら思うぜ。絶対。うん、絶対そう。うん、いや俺思っちゃうから。わ、俺ここまで来たんだって思っちゃう。だって確かに、でもちょっと車変えてから、うん、高速とか乗っても、うん、ちょっと、あ、ちょっと譲ってくる。前より、前乗ってた車より、あれみたいな。ちょっと早いんだよ、避けるから。そっかそっか。そうそう、なるほど、みんなが気使ってくれたんだ。気使ってくれてんのかな。いや、それ1200万ですから。気使って、それちょっと感じた。なるほどね。高速乗って、うん、パシキン、パシキン。やっぱ水上くん、どんな女性が好きなんですか。まあまあまあ、王道な質問かもしれないですけど。あ、こだわりなく、うん、上でもいいし、うん、下でもいいし。年齢、そのこだわりない時ってさ、あ、まあ時っていうか、こだわりない人っていうのはさ、上限がないってこと。上限はでも、うん、まあ2個上2個下ぐらい。ああ、うん、まあ結構狭いと思う。そうだね。あ、どうする、じゃあ今2個上の人
か2個下の人たまたまバチッと出会っていいなと思ったらそのままもう結婚まで行っちゃう。結婚はどうだろう。でもしたい前よりかはちょっとしたくなってるなるほど。あんまりそういう気持ちっていうのはなかったんだ今まで。うん、なかった。それなんか、まあまあまあ、ただそれよりも野球やっぱり野球がやっぱ面白すぎて。あ、面白いなんだ。もう楽しいね、めちゃくちゃ。その女の子を落とすのが面白いとかじゃなくて、野球が面白い。なんで笑ってるの？LG なしだから。ないですよ。タシキン、タシキン。やっぱこう水上がね、勝ちゲームの時に出てきたりとか、競ったゲームの時に出てくるじゃん。連投してた人が、あんまり前の人変わらないようなボール投げてるっていうイメージがあったの。ああ、はい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 。でもやっぱそういう裏では、やっぱ我慢しながら。我慢したね。でも今年はね、なんか球速が、1年目はでも結構ムラがあったの、試合の中で。50出る試合もあれば、もう45まで出る。でも今年はでも平均して47、48くらいはこうずっと。アベレージ。多分アベレージで全試合投げれてるから、それがでもやっぱ良かったかなって。何にも意識してないけど、自然となんか。今年も1年目よりマックスは遅いし。今年？うん。1年目いくつだったの？1年目で53か2が出たんだよね、1回。いいよ。でも今年は50だから、50か。50か。え、大学の時っていうのはさ、ピッチャー、まあ大学4年の時ピッチャーやってたんでしょ？うん。その時マックスいくつだったの？大学4年も50。ああ、じゃあもう本当50で出てて。うん、俺もつってたもん、そんぐらいだと思う。でも痛い中でやってるっつうのがな、なんかやっぱ聞くとな、なんか湿布とか送ろっか。あいつさんに送ってあげて。あいつさんにはいい。痛いって言ってるから。この前、あいつさんが漢方もらったんだけど。そう。なんか疲れた時に飲んだらいいよって言われて、疲れた次、疲れたから飲んで、全然効かないじゃないですかって言ったら、漢方はずっと飲むことに意味がある。あ、そうなんですねって言って、はい、飲んでないですけど、もう終わったんだ。全然ないですけど。タシキン、タシキン。ちょっともう一個だけ下げます。次が最後の質問です。はい、これもマジで視聴者からの質問だったんですけど、はい、正直、はい、もう正直に答えてください。はい、これはもう嫌だったら嫌って言ってください。嫌って言った瞬間にエンディング入ります。なるほど、はい、これはもう僕らじゃ、僕もこれ絶対、あ、この質問は絶対行こうって、はい、もう決めてたんですけど。うわ、怖っ。大丈夫ですか。好きな女優さんの名前を。わー、はい、まあ、福原遥さん。はー、いや、かわいいな。かわいい。あれがタイプな。あの子かわいい。かわいい。かわいい。それこそだってこの前だってジョブチューンでも、うん、その TBS の人に誰か呼んでほしい人いますかみたいな、うん、福原遥さんで、うん、めっちゃお願いした、うん、めちゃくちゃお願いした。あ、足りんかったら僕払うんでみたいな。無理だった。タシキン、タシキン。ちょっとあの、もっともっと一緒にいたい。いや、え、なんなの、さっきからすごい。何が、え、そっち系なの？いやいや、お金持ってるから一緒に。ああ、すみません。お金持ってる人好きだから。大好き。やめなさい。まあ、でもね、本当にわざわざこう来ていただいてね、オフシーズンの時に本当にありがとうございます。ありがとうございます。ね、最後、僕だけ聞いていいですか？キスいいですか？本当に。もう一個。僕だけ聞いていいですか？ディープキスと普通のキス、どっちが好きですか？嫌です。素晴らしい。素晴らしい。OKOK。もういらない。全然すごい。